僕の想いをあなたに届けたくて、そっと記憶の扉を開けて、 I sing for you、 あなたが大好きだよ。こんばんは、ラジオエイジです。暑いっすね。暑い暑いし眠い眠いって言って初めてなんですが、眠いですね。なんかね、やっぱり鼻の調子が悪くて、それで UA もなんかね寝てて痰が絡んでエホとかなってよく寝られなかった感じなんですよね。いつまでたってもなんかアレルギーが良くならないですね。皆さんはいかがでしょうか。なんか変な飛んでんのかな、 PM なんちゃらとか。もう花粉は飛んでないはずなんだけどね。耳鼻科まだ行ってないですけどね。皆さんは大丈夫ですか。まあ年を取ってくるとね、やっぱりいろいろありますよね、不調がね。不調が何かしらあると思います。そりゃあるでしょう。今日のテーマです。あ、その前だ、ラジオエイジの歌日記。タイトルコールもやってなかったですね。はい、今日のテーマです。不動産投資信託が気になる。不動産投資信託が気になる。ちょっとやかましいかな。不動産投資信託が気になるんですけど、皆さん気になりませんか気にならない不動産投資信託ってなーにっていうことなんですけどね。まあ要するに、不動産ビジネスをやっている、まあ、会社ですかね、簡単に言えば。でその例えばビルを貸して家賃をもらってるような会社の株っていうかね、ちょっとまあ違うんだけど、そういうような感じで、でその要するにね、というよりはもっと一緒に不動産投資をやりましょう的な銘柄ですね。一緒に不動産投資をやりましょう的な。でこれがね、なんで僕が気になってるかっていうと、最近ほれこの8952がさ、付け足でこの10年の最安値圏に来たわけですね。80万まで行ってたやつが50万になったわけですね。約50万で、今日日足がさ、8592です。日経平均じゃなくて日足が8592です。8952です。8952の日足が今日52万5000まで来たわけよ。これね、狙ってた安値圏に来たわけよ。買ってないですよね。でまあ昨日あたりとか、8952は気になるんだけど、今日行ったかな、ちょっとまだ下がりそうだし、絶対に上がるというなんかこう確信も持てないので、どうしようかなとか言ってましたけど。でまああれ、配当もさ 4.数%つくんだけど、 4.5 つくんだけど、まあ言うてね言うてっていう言葉があるけど、言うて、5子20年2万円ぐらいなんだよ。でそれが年間2回に分けて配当されるので、50万ぐらいのこれ買っても、まあ、配当金1万円なんですよ。1万円、500万買えば10万円だけどね。だからまあ配当、今僕資金難なんで資金難なんで、景気よくこれ500万買えますとか言いたいけどね資金難なんで。だって金ですら僕信用取引で買ってるんだよね。信用取引何やってんだって言われましたけど、信用取引で買うんかいって言われましたけど、だって金ないんだもん金ないんだもん。まあだから財務省にお願いしてちょっと融通してもらえば、
投資資金は増やせますけど、それもなんか尺に触るっていうか嫌なんで、でなんとか自力でなんとかしたいと思ってて、でそうなると、まあ、大して、リターンはないなと。もう3月5月に確か配当が出るやつだから、今買ってもね9月まで配当出ないわけですよね。出て1万円でしょ。でまあ下がってんだけど、だからこれもともとはこの月足で一番安いところに来たっていうんで、あ不動産今安いんだ、そりゃそうだよね、金利が上がるっていうことで不動産低いんだと思って、株価がね。だけどこれはチャート的にはこうやって何回も50万に当たってきてて、これ50万を割るかもしれないチャートなんですけどね。まあはっきり50万がサポートラインになってます。でまあ商売は手堅いんですよ。で利益もしっかり出てるし、まあほとんど問題ない、買って問題ないと思うんですよね。なんでどうしようかとまだ考えてるんですけど、で今日不動産投資信託をねちょっと並べてみたわけね。月足で見ていくといろいろあるわけ。不動産投資信託で売代金が3億円より大きいやつ、1日の売買代金が3億円より大きいぐらいのやつをちょっと並べてみたわけ。これは今銘柄コード順に並べてあるんですけど、アコモデーション、産業ファンド、これも安いよね。アコモデーションは高いんでね、これだから例えば不動産投資信託によって、うちは、オフィスビルやってますとか、うちは、賃貸アパートみたいなのやってますとか、マンションとかねやってますとか、うちは商業用の不動産やってますとかね、それが違うんで、このアコモデーションは調べきれてませんけど、まあこれは割と堅調なんだよ。産業ファンドは割と安い。アドバンスレジデンス、レジデンスなんちゃら、なんかアパートの名前によくあるよね、レジデンスなんちゃらってねあるけど、まあこれはなんわかんない、これも結構高い。でこれアクティビアプロパティーズ、これ割と安いですよね。でこの GLP も割と安い。あと日本プロロジストリートも結構安値期に来ている。あとこれヒューリックもまあまあ安い。まあ、ね、これコロナの時に一回めっちゃ安くなってるわけよ、これね。不動産投資信託って。そりゃそうだよね。だからここのところはコロナの、マイナスだから、ここはちょっと差し引いて考えてあげないとあかんかなということで考えていくと、まあコロナの時は不動産はもう最悪でしたからね。それから考えると、ここを除けばアクティビアも結構安いと、 GLP も安いで、まあ大体一株で30万とか50万とかさ、そんなんで買えるわけです。プロロジストリートも安い、安いとこ来てるわけ。もちろんだから金利が上がるっていうことで安くなってるっていうのがあると思いますけどね。日本ビルファンドも安いで、この8952が一番安いのが目立つから、これがちょっと僕は株価だけ、チャートだけでこれが一番なんか、これを見るとあ買いてえなって思っちゃう。日本投資ファンド、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアリティ、インビンシブルは高いですね。やってるのが多分今堅調なやつをやってるんじゃないか。ホテル業とか今結構堅調だと思うんだけど、とはいええー、なんちゃらホテルなんちゃらってあったんだけど、ホテルなんちゃらって、だけどホテルなんちゃらは大して上がってないんだよな。どこだ、なんちゃらホテルじゃあったよ。そこそこそこにあるじゃんって言われるかもしれない。ホテルっていう、ホテルピなんちゃらホテル、あこれ日本ホテル、ロジス日本ホテル&レジデンシャルとかね、ここに入ってないか、これは。ね、もしかしたら、あまりいいのがなかったかもしれないね。あ、要するに売買代金が低いやつは除いてるのでね。あ、今のだからホテルはそれはあったけど、ちょっと売買代金低い、この中にはなかったかな、なんちゃらホテルですね。で、そういうのはまあ最近はいいのかもしれない。あ、これあった、あった、ホテルここにある。ジャパンホテルリート、これはやっぱりだから上がってるんだよ。これはだからまあ
上がってるのを買うっていう方法もあると思うけど、ちょっと高いじゃないですか。これからするとやっぱり8952がねすごい気になるわけね。安いよねということで、まあ要するに、評価が低いっていうことですよね。ただ業績は割といいで、株価は安いっていうことなので、どうかな。シンガポール系のファンドを、SO キャピタルが主要スポンサーである。日本全国のホテルに特化型の投資をしている。あ、ジャパンホテルはね、ジャパンホテルリートはね。でこのジャパンリアルエステートは、895にはジャパンリアルエステートは三菱地所系の不動産投資法人で、都心の大型オフィス中心に運用している。都心の大型オフィスは多分調子悪いんだね。やっぱり在宅ワークみたいなのを煽りを受けてるんだろうねっていうことになるわけですけどね。回復の見込みはないのだろうか、どうなんだろうね。だいぶ悪いんだけど、今までは50万に来ればリアルエステートはいろいろあったけど、過去にもね安い時はあったけど、でこの、コロナの時がここですから、コロナの時に匹敵するぐらい安いんですよ。でコロナの時は割とこのジャパンリアルは頑張ったんだよ。で今コロナの時に匹敵するぐらい安くなってるんだよ。値段的には申し分ないと思うんだよね。で商売も手堅いし、だって家賃もらえるんだから手堅いじゃん、大家さん大家産業ね。まあでも僕もアパート借りてますけど、静岡で。だけどたまにやっぱり行くんだけど、最近結構ね部屋空いてるんだよね、僕の借りてるアパートの。こないだうち、隣が2階の隣が2階の隣が空いてて、今は1階の下の部屋がね空いてるんだよね。あんないい、あんないいってあまり細かいこと言うとどういうとこがバレてしまうんだよ、まあ、言わないけど、あんないいアパートがね、まあ立地がいいんですけどね、すごい富士山がよく見える立地なんですよ。はい、アパートからは直接は見えないんですけど、もう本当にすぐ近くから富士山がもうバーンと見えるんですよ。ジャパンリアルエステだからこれがねやっぱりちょっとまだ気になるよね。明日以降どうなるか、まあ、もうちょい株価観察してみるけど、そんなに大きく動かないから、これはそんなに慌てて買わなくても安値圏に来れば 2,3 日は滞留するんだよ。だからちょっとまだ気になるんですね、これ気になるんですよ。どう思いますかなんか知ってる人いますか、ジャパンリアルエステート。最近よくだから僕のところにいろいろ投稿がありまして、例えば、9509の、北海道電力ね、これがなんかめっちゃ上がってて、北海道電力の冷やしね、でなんでかと思ったらよくわかんないんだけどねって言ってたら、投稿がありまして、ラピダスっていうのは半導体の、国産の半導体作るっていうあの話題の会社が、北海道に来るらしいと。で北海道で電気を使ってくれるらしいからってことで、それが先取りされて上がってるらしいっていう情報がありました。へえ、そうなんか、ねえ、そうなんらしいよということでした。でだから僕的にはまだね8952をさ、ジャパンリアルをねちょっと検討中です。やっぱり安い株、安いところっていうのがやっぱり気になりますね。コロナの時に匹敵するところまで下がってるっていうのはやっぱり買いじゃないのかねえと思えて仕方がない、値段だけ見るとね。だけどこの下がって理由とかちょっといまいち多少は調べたんだけどよくわからなくて、まあ、配当金狙いで買えるわけでもないしとなればキャピタルゲイン、値上がり益はそんなに取れないだろうし、ただまあ安定のビジネスだってことは言えるわけですよね。だからできるだけ確実なものをやりたいっていうことなんで、それから考えると確実性は高いのかな。まあ5万円でも上がればね1割50万が5万円上がれば50万で1割でしょ。だから
悪くないじゃん1割でもねと思っているわけですけどね。2株買うかな、2口ね、どうせだから100万円は投資したいよね、買うんだったらね。ちょっとこれを今まだ検討中、まだ分かんないです、買うかどうか。ただちょっと検討中。ただあんまりその、僕はこうやって公共の場でっていうかね、公の場でっていうか動画で喋ってるから、あんまりこれ買いますとか言ってで変なことやると株価操縦っていう風に見なされるからあんまりまだ言えない。 どうするかまだ決めてないね、決めてないです。はい、ということでラジオエジの親父ラジオ歌日記、あ、親父ラジオじゃない、歌日記歌日記、今日もやっておりますけど、ちょっと不動産投資信託で喋りすぎですね。はい、で今日はね歌活やってて、今日の歌活はねこれをやってました。これをやってて、これ今これは歌詞、この歌詞画面がなかったんですよね。でこれを作ってました。ちょっと歌ってみましょうか、せっかくだから、歌ってみましょう。二人言葉不意に途切れたままで、わけもなく、ちょっと待ってよこんな早くないぞ、待ってよ、もうちょっと遅いぞ、もうちょっと遅いぞ。え、練習してからやれよっていう感じ。二人言葉不意に途切れたままで、わけもなくただ黙り続けていれば、高層ビル最上階のリブ、君の揺れている瞳「優しい日々君の笑顔」「Bright memories」「いつの間にか君さえなくしてゆく」「僕はとてもやりきれない」そんな顔をしないで、悲しくなるから、一人きりにしないよ、ずっと君のそばにいる。不安定ですね。はい、歌うんじゃなかった不安定ですね。まあ今日久しぶりに歌いまして、で今日これスレッジ2番もね、歌詞画面ができたんですよ。はい、これは僕の YouTube に君のそばにで検索してもらうと、出てきますんで、ちょっと聞いてみてください。もうちょっと上手に歌ってます、そっちを聞いてくださいあれはね、昔もう1990年ぐらいにその曲、この曲を レコーディングしたんですけど、今は音程補正のね、プラグインがあって、下手くそに歌ってもね、音程補正、きれいに音程補正して上手にごまかせるんですよ今。だけど、その当時は音程補正 のプラグインなんてない、なんでひたすら何回も何回も歌って、うまく歌えるまで繰り返して歌って、よしこれならいけるっていうやつを、テイク OK にしてやってました。今はねインチキでやり放題なんですよ。あ、これは この今弾き語りはかけてませんよ、弾き語りにはかけてませんけど、今はインチキやり放題なんですよね。はい、まあだからプロもね、だからもう聞くと一発で分かるんですよ。あ、例えば最近で言うと、
N 森明菜さん N 森明菜さん最近出て N 森明菜さんが YouTube やってますよね。で N 森明菜さんの、歌が YouTube で公開されてるんですけど、あ、もう聞いたら一発で分かります。あ、音程補正かけてるわこれって、かけてるんですよあれは。あ、まあ普通の人がっていうか一般的に音楽制作やってない人が聞いてもね、あれ明菜ちゃん歌うまいねってただ聞くだけだと思うんですけど、僕は聞くと分かるんですよ。あ、かけとるなこれはかけとるな、かけてるんですよ音程補正、まず間違いないと思いますね。で要するにね、かけた時独特のこうなんていうかな、異様な安定感があるんですよ。異様な安定感が、異様なっていうかね、やっぱり機械的にはならないんですよ今の音程補正のそのプログラムはね、機械的にはならないんだけど、使ったことがある人が聞くと、あ、かけてるなって分かるんですよ。分かるんですよ。っていうことはね、なんで分かるかっていうと、やっぱり明菜さんの、生の歌も聞いたことあるわけよ。あと彼女は大体どれぐらいの感じで歌うかっていうのは分かるわけよ。でそれに対して今の YouTube に上がってる歌はうますぎる、うわこれかけてるわって思うわけ、間違ってたらごめんなさいね。さて、何、雨が降るから歌いましょう。はい、これは、はい。雨がよく降るね、外に出られないよ、嫌だね、退屈だよね。もしも晴れてたら君と散歩したり買い物に出かけたり楽しく過ごせたはずさ。だけど雨が降るから農作物が育ち、ダムに水が溜まり全てを潤す。そう思ってなんとか我慢するしかないけれど、雨の日はちょっと損した気分さ。ララ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 。今年の眺めは代始まって以来の記録的なものって、お天気お姉さんが言う。ジメジメしとピッチャーの雨はもう嫌だよ、広がる青空の下君と手をつなぎたいんだ。だけど雨が降るから好きな花が咲いて、マイナスイオン効果でお花も潤う。てるてる坊主ぶら下げて眠ろ、明日こそ晴れますように。雨の日はちょっとテンション下がるね。どうしたことだ、なんでだ集中力が欠けているのかね。まあね、はい、周回遅れ日記、
あ、週刊遅れじゃなくて週刊遅れ日記、週刊遅れは歌いませんけどね。あのね、いつも言ってますけど、まあ、今年の終わりぐらいまでにはね、音楽を安定させたいと思って、今これあの今日もね、これ、ラジオ時代の歌日記は公開練習なんで、今コードは飛ぶわさコードは飛ぶわさ、いろいろあったような気がします、まずいことが、ということで、今日雨が降るから歌いましたけど、今日の日記です。パソコンが書いてまいりました。ハードディスクを SSD に取り替えたパソコンが書いてきました。メモリーも増強、総費用は約10万でした。もともと50万ぐらいのパソコンだったと思うんだけど、思うんだよね。それは確か、4年か5年前に買った PC だから結構古い、4年ぐらいかな。で、だからそれに10万円で、SSD とメモリを取り替えて、 SSD に取り替えてメモリも増強、期待したほどのスピードアップにはなりませんでした。まあこの今使っている PC だとね、ハードディスクの読み書き速度がね6000mbps、6000っていう数字が出るんですよ。まあスピードがね、時速6000キロ出ると思っていただいていいと思います。で、その新しい、これね、パソコン取り替えたパソコンはもともとは速度がね300とか200とか300ぐらいしか出なかったのが550まで出るようになりました。で、あとは読み書き両方あるんですけどね、書き込みの方が50ぐらいしかスピードが出なかったのが500まで上がりました。だけどこの PC は6000とか7000までいくんですよだからこの PC はね、100万円 PC ね、やっぱりお化け物的に速いんだよね。そこまでいかなかったのちょっと残念だったんだけど、まあでもね、すごい起動もね3分程度で、今まで30分かからないと安定しなかった起動がね、スイッチ入れてもう、3分で安定しますからね。この PC はスイッチ入れて2分で安定しますからねすごいんだけど、ということで、もう1台ね PC あるんですけど、それも、SSD 関数を得ることにしまして、それ今ね150ぐらいしかスピード出ないんですよ。その PC ね、150ぐらいしか出ないやつがあって、それが何キロになるか、 何メガバイトになるか分かんないんだけど、それもねもうもたもたなんで、それも、ちょっと費用が、そっちは費用が15万ぐらいかかるらしいんですけど、やろうと思ってますということで、そんな今日一日でした。今、あ、それで、ね、今日はだから、こういう中で、まあ今日歌活今日もやってて、午前に今歌活やってるんですけど、今日は何やろうかなと思って見てて、あ、これはやっぱり歌詞画面が作れてないから、これの歌詞画面作るんだけどなって。でこれやっぱり生でライブであんまり歌ったことないから、ライブで歌うのもいいなと思って、でこれの準備をして、ちょっと練習もしてたんですよ一応。なのにあんなざまでしたまた歌いますね。まあ何回も何回もやっぱり同じ歌は何回も何回も歌わなきゃダメなんですよ。でこの間からちょっと中途半端だね、金木犀も何回か歌って、まあ、歌うのしんどいのもあってで、これ雨が降るからができたからこっちに切り替えたんだけど、どうしよう、ちょっとしばらく雨が降るからばっかりちょっと歌って、で結構歌えるようになったところでもう一回金木犀に戻って、ほんで、その後にほんで君のそばにを歌ってみようかな、そんな感じしようかなと思ってね、います。はい。なんでこれで、あと18曲目として夢見るようにっていう曲もやろうと思っていて、これまあ近々歌えると思うんですよね。これはもうできてる歌ですから。だからこれで18曲ね、できてきたということで、皆様から何かこう、例えばリクエストとかありますか？僕の曲でリクエストありますか？誰々の何々に歌ってくださいっていうのはダメです。ダメですって言って、それやっちゃうとね、チャンネルの性質が変わっちゃうんですよ。それ要するにカバー曲をやってるチャンネルってなっちゃうんですよ。で、カバー曲のやってるチャンネルではないので、うちは。なので、オリジナル曲をやってるチャンネルなんで、カバー曲はやりません。だし、大体僕人の歌歌えないです。歌えないですよ。なんでね、で、僕の曲で何かあれを歌ってほしいっていうのがあったらね、言ってくださいね。はい。
この間どなたかから初恋歌ってくださいっていうリクエストがちらっとメールで届いてましたけど、お答えしてないんだけどすいませんね。何かあれば、皆さんリクエストをください。メールで送ってもらえればと思います。あ、コメントでもいいですよ。ということで、今日なんか新しくやってまいりましたけど、最初ちょっとリートン話しすぎたねリートン話しすぎた。今日はだからだんだん刻一刻と NVIDIA ね、決算が近づいてて、ということですけどね。で今日はちょっとドル円が今、結構落ちてますね。昨日156を抜いた後で156の4とか5あたりまで行ったのかな。それがねちょっと落ちてますね。だから割と今まで強かったドル円、昨日もドル買うんだったらドルって言ってましたけど、そのドルがねちょっと弱含みになってきてる印象かなと思います。まあでもこのレベルだからね、高値圏で推移してますけどね。ちょっとなんか、ここへ来てやっぱり介入の後ややっぱり弱いですよね。介入が入るとやっぱり弱くなるからね。だから買い時に注意しないと、下手なところで買うとやっぱり安いところで買わないと、ドル円買ってもダメですね。金なんかでもね、何でもそうです。安いところでしっかり買わないとダメです、ね、なんで皆さん、待って待ってで買っていってくださいね。はい、それでは願いを歌って終わっていこうと思います。よいしょ。願いはちゃんと歌えるんでしょうか。今日どうなんでしょうか願いは歌えるんでしょうか。願いぐらいはちゃんと歌えないと辛いな。うん、まあでもあれだよね、あのなんていうか、今ここでね、もう僕はもうすっごい完璧に歌っちゃうよりは、なんか失敗したなとか失敗してるなとかいう感じの方がまあ面白いかもしれません。将来ね、今年の終わりぐらいにラジオエッジって昔4月5月あたりってなんか失敗ばっかりしたけど、なんか年末になって上手になったなって言われるようにしたいと思います。今日もまたいつものように僕の一日が終わってゆく。家族のこと、友達のこと、いろんな思いが心に巡る。あなたの今日の一日は幸せでしたか。あなたの大切な人と笑顔でたくさん話すことができましたか。ああ幸せが止めどなくあなたの心に降り積もりますように。明日がきっといい日でありますように。明日
トイレありますように。ママよかったかな願いはママかな、ね、ママ歌いたい。やっぱり毎日きちっと歌ってる歌は徐々に安定していくんだよね、で毎日歌ってない歌とかまだ歌い始めたやつばかりのやつはやっぱりダメなんだよね。だからはいっていうことですね。少しずつ少しずつ完成に近づいて近づけていきたいと思っております。ということで、時間オーバー、時間オーバーだよ。はい、今日は不動産投資信託の話が長引きまして、長くなりました。皆さんはどう思われてますでしょうかね。やっぱり安い銘柄の安定している銘柄っていうのはいいんじゃないかということでちょっと例に出しましたけど、絶対とか確実ということはないので皆様最終的な投資判断は皆様ご自身でよくお考えの上、ご判断くださいね。それでは今日はこの辺で、また明日朝株でお会いしましょう。おやすみなさい。っていうか朝見てる人もいるかもしれないおやすみなさい。